尊敬している過去よく見ているワンピース考察系 YouTuber は誰ですか。これはほとんど全員見てますね。小ヤッキーさん、ジョンさんももちろん、ユデロンさん、オディンさん、神木さん、お願いします海賊団さん、のすけ海鮮丼さん、ゆいの研究室さんで、あとゆいの研究室さんっぽいあの方々、 VTuber の考察の方々、とにかくサムネだけは全員分チェックしますね。毎日 2,3 回サムネだけは全員チェックするみたいなのはありますね。おっていう、気になるこれっていうのはちゃんとクリックして内容も見てみたいな。で、あとはレイブントラッシュさんとか、欲張りファクトリーさんとか、考察者東堂の研究日誌さん、この辺は見てますね。オディンさん、巷の考察の矛盾を淡々とつくので納得感がある。そうそう、巷で王道と言われて、みんながそうなんか手放しで興奮しちゃってる考察を、なんかいやあれ矛盾点ありますんでつって、あれが考察として成立してない根拠を並べますみたいな。で、その真実のみを、こういう理由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 なので、例えばですけど、その黒ひげケルベル説は間違ってますみたいなことを淡々と言ってくれるっていう。なんかその持ち先生みたいにサムネで釣ったり、なんかとんでもない下月スモーカーとか言い出したりなんかそういうのがなく、単純に真実だけを並べていって、この可能性が一番高いっていう着地の仕方をするっていう、オディンさんは本当おすすめですね。オディンさんをの動画を人気順に並べて上から見ていくのは面白いですね、多分。で、あとユデロンさんのすごいな、まあ、あの語呂合わせはもちろんその賛否両論あって、あれってまあ一つのエンターテインメントみたいなことだと思うんですけど、そうじゃなくて海外でもすげえバズった考察あるじゃないですか。あれとかすげえ面白いんですよね。一つなぎの大秘宝の正体だ、でイム様最終結論、ロゴをひっくり返すとイム様三つ目属説で、ワンピースの頭文字に D を足すとドーンピースになるみたいな考察あるんですけど、あれとかね、あの海外でもバズり倒してたんでね、あのめちゃめちゃ面白いんですよね。いやー、すごい人たちがいっぱいいる。そう、あれはやばかったよね、ドーンピースのやつね。 D を足してドーンピース完成品っていう文章になるんだっけかな。ドーンピースに関してはなんか今簡単に言っちゃったけど、他にもすごい根拠がいろいろあって、いろんな小田先生の癖とか法則とかルールとかっていうのから基づいて考察していくやつなんで、これもユデロンさんのチャンネル見に行って人気順に並べると一番最初に来るんでね、ぜひチェックしてみてくださいね。上には上がいますから。この他にあのそのログさんとか、あのドットログさんとか、その記事の考察者さん、 YouTube には動画投稿してないんですけど、サイト記事を書いてる考察者さんがやっぱり好きですね。いや、ほんと上には上がいるんでね。あとは書籍考察勢、ワンピース究極考察最終考察みたいな書籍勢の方々もえぐいですからね、考察力は。記事系考察者さん読んでみよう。いや、本当にいろんな調べ方あるし、あとなんかあの釣りみたいな記事もいろいろあるんでね、今気をつけてほしいんですけど、考古学さんは本当天才。いや、本当なんですよね。なんかまた YouTuber の視点とは全く別の視点から、どっちかというとモッチー先生とかに近い視点で考える方が記事系は多い気がしますね。おすすめはドットログさんと、考古学から考察するワンピースの謎と伏線さん。この方の記事はね、多分見始めたら全部見ちゃうっすよ。この人が D の意思についてどう言ってるのか、この人が古代定期について何て言ってるのか、空白の100年について何て言ってるのかっていうの全部読みたくなりますね、読み始めたら。こんなすごい人いっぱいいるのに、カイドウの実当てられたかった金メダリストが困っているんやな。いや、あれね、当てられるわけねえんだよな。だってウオウオの実なんて、なんつうんすかね、みんな小田先生が投げるストレート、カーブ、チェンジアップ、フォークとかシュートとか、あとその敬遠とかっていうあらゆる想定をしてみんな打ちに行ってたんですよね。多分こんな球投げてくるんだろうって。で、投げた球が消える魔球だったんでね、ウオウオの実当てられないんですよね。消える巻きを想定できたやつがいなかったんでね。球種どれも違う。あれは敬遠、いや、敬遠ですらねえんだよな。なんか消える魔球なんだよな。敬遠だったらなんか予想はできるじゃん、敬遠は。そう、強いて言えばカイドウの笑い声がヒントだったんですよ、ウオロロロが。で、それがさ、あの、すごいよね。ウオロロさえなければ、いや、後からなんか消える魔球に変えただろ、球種を。本当はなんか敬遠しようとか、チェンジアップで行こうと思ってたのに、消える魔球に変更しやがっただろうって思うんですけど、そのウオロロロっていう笑い方があるから、何にも言えねえんだよな。他の考察者さんたちと飲み会とかしたら72時間ずっと話してそう。ジョンさんの話はなんかジョンさんがキンクみたいになってるんですけど、全然俺話、あの冒頭からずっと話してるんで、ジョンさんの話とかさらにします。なんか俺自分自身で考えると、そのジョンさんの立場って、今の立場ってすげえ難しいなと思ってて、でなんかやることなすこと低評価とかさ、批判されたりするけど、じゃあお前やってみろってなった時にめちゃめちゃむずい立場だと思うんですよね。で、俺そうシミュレーションしたんですけど、いや、かなり大変だと思うんですよね。先駆者として矢面にずっと立ちながらその業界を走り続けてきた。そこに要するにジョンさんが耕した畑に、他のやつらがその畑を耕すことなく種だけを植えて花を咲かせてその収穫を始めたと。でジョンさんが耕したのに、ジョンさんが耕した土地がどんどん少なくなってきて、で、
そこからどうしようかっていう話じゃん。もう矢面に立ってるから批判はまっすぐ自分に来るし、そうそう、いろいろと試行錯誤してるよね。でその中でなどんな一手を打つかなんですよね。多分そのこのままでいったら畑がとにかくもう自分が収穫できる土地がどんどんなくなってきちゃうとか、例えばで、その中で今まで通りずっとやり続けてもただ減っていくだけだし、何かを変えなきゃいけない。いや難しいと思うんですよ、ジョンさんを考察するのは。